こんにちは。こんにちは。こんにちは。あなたのアマベルライフ見せてください。ハーチャマンが引き続きゲストで来てくれています。ハーチャマン今日もお願いします。お願いします。今日はじゃあ、何しましょうかね。前回はレイドしましたけど、はい、今ちょうど火曜日なので、A 小石を売りに行きたいと思います。行きましょう行きましょう。じゃあ部屋を建てますね。よし、お願いします。ちなみにハーチャマンさん、はい、アバターがマミルト。そうです。あ、前回村井さんとお揃いの、ワイルドフェニックスつけたもんね、はい、つけたもんね。今日はマミルトンのヘッド。うん、完全にマミルトン、はい、これだいぶあれですよね、初期の時にイベント、ニコ生のイベントでプレゼントしてたやつだ。ほう、そこにいる羊が私です。鳥頭の羊が。行きますか、いつでもいいですよ。行きましょう。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ左から。左から。あれ、これ3溶かした方がいいけ？ですよね。防御力高いけ？防御力高い。高くない？高くないかな。あ、高くないね。普通だ。よし、じゃあガンガン行こう。行きましょう。A 小石、検証石といえば、なんか上級職を解放するときにも使うじゃないですか。今の私的にはバトクラっすかね。バトクラ楽しいと思いますよ、皆さん。バトクラっすかね。ハーチャマさんどう思います？まあ、多分村井さんずっと殴ってたので、前のアカウントで、はいはい、いいと思います。やっぱり。バドクラ、炎症石と検証石足りちょっと前に、ね、諦めました、ね、諦めた。なんかそれぞれ30個ぐらいとか分かんないけど、ね、結構足んなかったんだよね。かつ市場で買うにしても露店で買うにしてもお金がね全然足んなくて、しかも突っ込まれたんですけど、かけらを買っちゃう始末。私も見ててあって気づきました。気づきました。私ね全然ね、やるね、気をつけてても買っちゃうんですよ。全然気づかなかった。だから僕口を酸っぱくして買っちゃダメですよって言ってたんですけど、私も気をつけてても買ったこと何回もあったんで、うん、買っちゃう。え、はーちゃまさん買ったことない？ないです。ちゃんと気をつけて買ってますよ。計画的だ、計画的だ。あ、出た、こいつか。アルベロ。アバベル始めたばっかりの頃お前に何度も踏み殺されたことか。レベル低い状態の2チャンではちょっと厳しい。厳しい厳しい。あまりにも強すぎる。強大すぎる。あ、そんなアルベロがもう一瞬溶けた。一瞬にして、すげえ。いや、でもこのリズムでここだと、結構うまい。あ、うまい。3個、素晴らしい。これ上級職も当てますね。うん、そうですね。火曜日にこれが、うん、公平パーティー組んでると、がっつり入るので集会できます。あ、今公平パーティー組めますよ。じゃあもう一回だけいきます。公平パーティー組んで、私61、71、67。あ、組めた。公平にしてなかった、申し訳ない。してください、はい、しました。じゃあ公平の時と公平じゃない時の差を、はい、おお、かけらが若干変わるぐらいかなとは思いますけど。いや、コツ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 、うん、では立てますね。はい、どうぞ。SP 回復力なかったからちょっと買ってきた。ここに道具屋さんができたのがもうすごい。そうですね、うん、めっちゃ便利。近く倉庫しかなかったのが。さあ、いつでもいいぞ。お待たせしました、入りました。では、行きます。行きましょう。はい、ゴー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 。キーン。よし、研ぎましたぞ。研がれてましたね。森戸さん、割とさっきなんか棒立ち感ありましたけど、どうしたんですか？え、さっき買った SP 回復薬をショートカットに入れてたっていう。これぐらいなら SP 回復薬そんなになくても、さ、ショートカットにまず、フローイングランスしか入れてないから、ないともう何もできない。
そっちは任せた、一足先に。いけん。まぶりちゃん、今のいけました？研いだやつ。あ、研がれてなかった。あ、研れてない、ちょっと届いてなかった、すみません。いえいえ、全然私のミスです研ぎし、研ぎしもない、たまには研ぎますよダッシュをショートカットに入れるのを忘れて駆けつけるのが遅くなりました大丈夫ですよ、あと数体です。丸田さん後ろだ、もう一体残ってるぞ。でもこれぐらいの難易度で、うん、参考検証石、 A 小石、うん、検証石、 A 小石、 A 小石ボンボンゲットできるとか、ね、なかなか素晴らしいね、うん、ほらほら行け、うん、ちなみにもういいわ、早っ。さっき SP なくてフローイングランス打てなかった。あ、なるほど、かけらが、はい、増えました、増えました、かけら7個、かけら5個、私も5個、あ、A 小石3つ落ちました。それは熱い、 A 小石あと2個、はい、2個、2個、差はあるんだね、うん、だいたい A 小石2個とかけら7個ぐらいが一般的かな。昼やってた時もそれぐらいだったので、うん、だいたいそれぐらいかな。了解です。なるほど、はい、じゃあ丸内さんどうぞ。え、そんなわけでみんな締めていただきますか。あ、なるほど、はい、そんなわけで今日は、火曜日の A 小石に、 A 小石のダンジョンに集めに来ました。あちゃまありがとうございました、2日にわたって。ありがとうございます。そんな感じで、また募集はしていい、あ、募集してます、ね、してます。この動画の概要欄に私も出て何かしたいわっていう方いらっしゃったら、はい、どうぞ、ご連絡をください、はい、お待ちしてます。さよなら、さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちはやりきります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス村井、人工知能にはインストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども、おい任せろ、全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー、赤いサイバーロード。